どうも、じゅんです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。久々の動画投稿となってしまったんですけど、今回は、2022年上半期に購入してよかったものを紹介したいと思います。今年も、本当にいろいろなアイテムを購入してきて、まあダメな商品も、含めていろいろあったんですけど、この上半期、だけに絞って、今回は本当に、よかったと思えるアイテムを紹介していきたいと思います。ちょうどね、1ヶ月ぐらい前にやったアマゾンの、今年最後のビッグセールでも結構いろんなものを買って、その中でもね、本当に、おすすめできるアイテムがあったので、そちらからも、紹介していきたいと思います。それでは早速紹介していきます。2022年上半期に購入してよかったもの1つ目は、はい、こちらの AirPods Pro 2ですね。第2世代です。これは今年の9月に発売されたアイテムなんですけど、何がすごいかというと、とにかくノイズキャンセル機能がやばいですね。今までは僕はずっと AirPods の無印の AirPods の第2世代を使っていたんですけど、まあ、それにはノイズキャンセルがなかったので人生初のノイズキャンセルを体感したんですけど、本当に耳に入れた瞬間感動しましたね。一瞬で周りの音が消えるっていう表現が正しいか分かんないんですけど、本当に消えますね。学生の時に教室中がめちゃくちゃ騒がしくて、こう先生がこうひたすら黙って待ってると一瞬で教室が静かになるっていう、あの謎の現象あるじゃないですか。あんぐらい一気に静かになるんですよね。メインは、僕はジムで使っているので、まあ、結構ねジムっていうとこうマシンの音がガチャガチャしてたり、まあ、人の会話だったり、まあでっかいね BGM が流れてるっていうのがあるんで、結構僕そういうのが嫌いなんで、あの集中できなかったりするんですよね。なのでこいつがいるだけで本当に集中力が全然違います。まあ、終わった時にこう外すんですけど、まあ、その外した時のうるささが毎回本当驚くんですよね。こんなうるさかったんだっていう感じになるので、まあ、いかにノイキャンがすごいかというのがこれで分かりました。そしてね、このノイズキャンセルだけじゃなくて、外部取り込みモードっていうモードもあって、まあ、それは、まあ、イヤホンをしていない状態で聞こえる音をイヤホンをしていても聞こえる、同じ状況で聞こえるという、モードなんですけど、まあ、なおかつねそこに音楽を流せる、素晴らしすぎる機能なんですけど、まあ、感覚的にはこの普段の何もつけていない状態の中に BGM が流れるみたいな表現が一番いいのかなと思うんですけど、この外部取り込みモードは、まあ、結局はその、何もつけていない状態で聞こえる音がイヤホンをつけていても聞こえるということなので、まあ、要するにね、まあ、つけてないと言ったらあれですけど、つけてないような感覚の上に BGM が流れるぐらいなので、本当に、周りの音も阻害しないですし、なおかつ音楽も聴けるというめちゃくちゃすごい機能もついています。そしてもう一つ、素晴らしい機能があって、適応型環境音除去というモードがあって、人間の耳に有害な音というか、こ うるさいという不快に感じるような音を小さくしてくれるモードですね。まあ、外で言うとよくあるのが工事現場の音だったり、電車とか、まあ、サイレンとかの音ですかね。まあ、そういう音を小さくしてくれます。これもあると嬉しい機能ですね。このノイキャン機能と外部音取り込みモードっていうのは、まあ、1個前の1でも AirPods Pro の1でもついていたんですけど、まあ、その時点でね、もうイヤホン界ではもうだいぶトップクラスの性能だったらしいんですけど、まあ、この2でねまたそれを上回ってきたっていう素晴らしい本当イヤホンですよね。値段はねちょっと4万円ぐらいでちょっと高いんですけど、僕も結構こう友人とかにおすすめしてきて、まあ、結構何人か買ったりしたんですけど、みんな口を揃えて本当感動したって言いますよね。ちなみにちょっとした豆知識なんですけど、これがまあ定価で4万円弱ぐらいするんですけど、今一番この新品を一番安く購入する方法はコストコで確か 20% オフぐらいで購入できたような気がするので、3万2000円ぐらいですかね、 20% オフだとぐらいで購入できるので、まあ本当一番それが安く購入する方法なのかなと思います。まあこれでも高いとか、まあイヤホンにそんなお金出したくないって人は結構いると思うので、まあ AirPods Pro ですね、この1個前の第1世代が
2万8000円ぐらいでコストコで売ってるみたいなので、第一世代はねもうアップルでは販売してないんですけど、まあ、コストコとかだとね結構安く売ってるみたいなので、まあ、ある程度いいやつは欲しいけどそんな 高いものは買いたくないという場合はそのコストコとかで第一世代を買うのもいいのかなと思います。2022年上半期に購入してよかったもの2つ目はちょっと今手元にないんですけど、こちらのスイッチボットのスマートリモコンですね。これは何ができるかというと、リモコンがある家電は、全てスマホで操作することができます。そして Google ホームとか、まあ、Alexa とかのこう AI のこうデバイスがあると、まあ、音声でも操作することができます。全てのリモコンがスマホ1台に収まるということですね。例えばなんですけど、まあ、本当にリモコンがあるものは全部使えるので、まあ、もちろんテレビだったりエアコンとかですね、あとはこのシーリングライトですかね、照明だったりを、使用することができます。僕がね一番これを使ってて便利だと思うシーンっていうのが、まあ、対象の部屋に行かなくてもエアコンがつけられるでということですね、まあ、特に寒い時期とか今こういう時期は本当に便利だと思います。あとはリモコンを取りに行かなくても音声で操作ができるということですね。今となっては本当にあの家の中で生活なくてはならないアイテムになりました。まあ、Wi-Fi 環境っていうのは必須なんですけど、まあ、これは本当に使わないのは人生損してると言いたくなるぐらいお勧めしたいアイテムですね。まあ、リモコンがないアイテムでも、まあ、こちらのね以前紹介したミニを使えば、同じような操作ができるので、家中のスイッチをスマホを一つで操作できると言っても、いいんじゃないかなと思います。はい、2022年上半期に購入してよかったもの、3つ目は、はい、こちらの、Apple Watch のベルトですね。今まではずっとこちらの純正のベルトが好きでこれをずっと使っていたんですけど、まあ、結構いくつかこうベルトを買ってきて試したりしたんですけど、まあ、やっぱりこのシルバーのやつを購入してからこればっか使ってますね。こんな感じなんですけど、こういうタイプあんまないんですけど、これはもうこの表面自体にカバーが付けられるようになっているので、まあ、表面の傷も防げますし一体感も生まれてとてもかっこいいですよね。値段も2500円ぐらいで購入できるのに、まあ、安っぽさもなくて本当に気に入ってますね。このシルバーのベルトは結構いろんな服にも合ってくれるので、まあ、あんまり服も考えなくていいですし、むしろ今は純正ベルトよりも全然こっちはかっこよすぎちゃってずっとこっちを使ってますね。正直ちょっとベルトにも飽きて最近アプローチを全然つけてなかったんですけど、もうこいつを買ってからもう本当に出かけるごとにもうずっとこれしてますね。まあ、このデザインだったらね女性にも合いますし、まあ万人受けするベルトなんじゃないかなと思っています。はい、続いて2022年上半期に購入してよかったもの、4つ目ですね。4つ目は、マグセーフ用の、モバイルバッテリーですね。これはよくあるモバイルバッテリーのコードレスって感じですね。コードが必要じゃないバージョンなんですけど、 iPhone のこの背面に搭載されているマグセーフというこのくっつく機能を利用したモバイルバッテリーなんですけど、まあね、普通ねこれをモバイルバッテリーを使うためにはまあケーブルをね絶対持ち歩かなくちゃいけないと思うんですけど、やっぱりねどうしてもケーブルが必要になるって結構地味にめんどくさいですよね。まあ、それ用に持っていたり、まあ、わざわざどこから持ち出したりしなくちゃいけないので、めんどくさいですよね。以前からこのマグセーフ用のコードレスの、バッテリーはあったのは知っていたんですけど、まだね全然アンカーとかそこら辺しかなかったので、まあ、評価からしてもそんなに、まあ、機能的にまだ向上できてないのかなと思って、まあ、あと、まあ、値段も1万円近くしたので、まあ、ずっと買うの我慢してたんですけど、ここから少しいろんなブランドから発売されるようになって、価格も下がってきて機能もどんどん上がってきたのでようやく購入しました。まあ、使い方はねめちゃくちゃ簡単で、自分はこのマグセーフに対応していない iFace というケースにこのようなマグネットを貼っているので、こんな感じで簡単に使うつけることができます。やはりねコードがない分ちょっとだけスピードは充電スピードは遅いんですけど、まあ、そんなの気にならないぐらい本当に便利なアイテムですね。見た目もね全然スタイリッシュで、それ何ついてるのってこう言われるぐらいなんか全然違和感ないですよね。ちなみにこのメーカーは ESR っていうブランドなんですけど、僕もね愛用している車載用の充電器
とかも多く、発売しているブランドなので、先ほど紹介したねこの AirPods Pro の K のケースもこの ESR という、メーカーなんですけど、僕のチャンネルを見てくださっている方ならもしかしたらねこの車用品なので結構出しているブランドなので使っている方ももしかしたらいると思います。 iPhone12 以上ですねを使っている方でこのマグセーフを、全く利用していない人は、先ほど言ったようにこんな感じでマグネットを使えば、まあ、簡単に使えるようになるので、これは本当にね使った方がいい機能かなと思います。まあ、このねモバイルバッテリーはどうしても充電は遅いんですけど、まあ、普通のこのコンセントからする充電はマグセーフの方が早いですし、くっつけるだけなのでこのライトニングの端子の劣化もないですし、この抜き差しがしないのでケーブル自体の寿命も長く使えますよね。マグセーフついてるのに使わないのはエンジン付きの車を乗ってるのに、これニュートラルで手で押して移動するぐらいもったいないと思ってるので、まあ、ぜひね、マグセーフ iPhone12 以降の方はぜひ、活用してほしいです。まあ、これね背面にねこの財布とか、まあ、カードケースですかね、カードケースみたいのも使えるのも、いっぱい売ってるので、まあ、ぜひね気になる方、見てみてください。はい、そしてねちょっとね、似たような感じのアイテムなんですけど、こちらのアイテムも、まあ、すごいコンパクトなカメラみたいなんですけど、これも結構すごくて、この Apple Watch の充電器なんですよね、モバイルバッテリーで。こんな感じでこの溝にこの背面を入れてあげると充電が始まりませんね。これで、はい、充電が始まりました。はいね、こんなアイテムもあったので、これもね2000円ぐらいで購入することができたので、まあ、めちゃくちゃこれもいいアイテムだなと思いました。アップルウォッチって実際睡眠の質とかも測れるんですけど、充電が続かないので睡眠時につけてらんないんですよね、充電するので。はい、まあ、そんな悩みもね解決してくれる、アイテムになるのかなと思います。はい、続いて2022年上半期に購入してよかったもの、5つ目ですね。5つ目は、ロジクールのワイヤレスキーボードです。はい、こちらですね。まあ、以前はこれに似た、まあ、安いキーボードを使ってたんですけど、ちょうどね、ボタンが反応しなくなったので、ロジクールの、ものに、変えました。ずっと欲しかったんですけど、それ高くてあまり買う気になれなくて、その安いの買ったら結構1年ぐらいで壊れちゃったので思い切って購入しました。こいつの何がいいかというと、このなかなか Windows でも使えて iOS ですね、 Apple 製品でも使えるっていうのがやっぱり安いやつだとあんまりないんですよね。あとね Bluetooth だとどうしても遅延も考慮しなくちゃいけないので、まあまり安いやつだと、まあ、怖いですし、ちょっと高かったんですけど、まあ、本当に遅延も全くないですし良かったですね。そしてここの1,2,3っていうボタンですかね、このボタンがあると思うんですけど、ここに機器を登録できるので、例えば1は MacBook を登録したり、で次は Windows のパソコンを登録したり、そして3に iPad を登録したりですね、まあ、そういう使い方もできるので、ボタン一つで簡単に、ね、機器を交換できるので、これもめちゃくちゃ便利な機能ですね。そして、バックライトが点灯するので、夜でもね、夜暗いとこでも全然ボタンも見えやすいですし、まあ、普通に、ね、おしゃれですよね。こんな感じでこう手を近づけるだけで光ってくれて、そして手を離してしばらくすると、ライトが消えるのでシンプルに、かっこいいですよね。キーボードっていうのは本当に人の好みによって押し具合がだいぶ変わると思うので、通販だとね少し難しいところもあったんで、まあ、ロジクールなら結構ね YouTuber の方が、これをレビューしてくれてる方もいたので、ね、めちゃくちゃ参考になりました。まあ、それも、購入の決め手でしたね。はい、続いて2022年上半期に購入してよかったもの6つ目は、まあね、今も撮影しているんですけど、こちらの、XS10 ですね。僕はカメラは全くの素人なんですけど、素人ながらにいろいろ調べまくって悩んでこの1台に決めました。まあ、これを選んだ理由をパパパッと言うと、まあ、コンパクトで軽いから持ち運びしやすいのと、値段が安いくせに十分すぎるスペック、割と新しい、なかなか買えない見た目がタイプ、はい、
ですね。これにつきますね。これは僕が調べた中で学んだことなんですけど、まあ、一眼レフもミラーレスというのがあって、最近ではねこのミラーレスというのが主流になってきていて、まあもちろんこの XS でもミラーレスなんですけど、そのミラーレスの中でもフルサイズというのと、APS-C ですね、 APS-C センサーというのがあって、まあ、簡単に言うと撮影できるこの範囲というか広さですねが変わってくるんですけど、まあ、それの違いがあってやっぱりねフルサイズは値段も高いですし、カメラ自体もねこのやっぱサイズが大きくなるのででかくなります。基本的に僕はまあ風景とかを撮るんじゃなくて人をねメインで撮りたかったので、もういかにこの持ち運びが楽かというのが結構重要でした。そしてこの値段が安いっていうのも、大きな理由ですね。この本体だけだと10万円ぐらいで買えますね。このレンズセットっていうものはあるんですけど、まあ、14万か15万ぐらいで、購入できます。カメラにね、興味ない人だと、まあ、めちゃくちゃ高く感じると思うんですけど、まあ、僕も実際に10万かと思って結構ビビってたんですけど、まあ、実際ねこうカメラを調べる上で、いかに安いかっていうのがどんどん分かってきましたね。そして発売日も2022年の11月ということで、まあ、iPhone みたいにね新作がバン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 出るっていうものでもないので、まあ、カメラにしては割と新しいものになります。結構古い機種とかでもカメラは未だに、使えるというものがあるので、まあ、そういうところも結構カメラは面白いのかなと思います。そして今、この僕が購入した XS10 は、なかなか購入できないみたいですね。中古でも全然売ってないですし、実際に僕が購入した時も3ヶ月待ちって出てて購入して、まあ、実際には2ヶ月で届いたんですけど、まあ結構それでも2ヶ月待ったんでなかなか買えないのかなと思います。やっぱ人気っていうのはやっぱその分、まあ、いいものということなので、まあ、余計欲しくなりますよね。ミーハーなので、まあ、そういうのも含めて欲しかったですね。そして正直一番見た目が、結構な決め手になったんですけど、まあ、結構カメラをレビューしてる方っていっぱいいて、まあ、結構 YouTube でも結構カメラって紹介してる人って多いと思うんですけど、まあ、僕が結構参考にした、YouTuber の方がいて、その人が最終的には見た目で決めるのが一番いいって言ってて、カメラはこうある程度自己満の世界なので、まあ、持つのは自分で、まあ、素人がスペックばっか求めてねこう見た目もあんまり好みじゃないものを買って飽きたら元も子もないみたいなことを言っていて、まあ、本当にそれはすごい納得できて、この富士フイルムのデザインはなんか昔っぽさもあって、まあ、その割にかっこよさもあって、まあ、正直僕が想像していたこのミラーレスカメラに一番近かったっていうのがありますね。そして何よりこのファインダーもそうですね。このモニターで撮ると結構昔デジカメって入ったと思うんですけど、デジカメを撮ってる感じになっちゃってちょっと嫌だったんですよね。こう素人なのでだからこそファインダーで撮る、覗きながら撮るっていうのがなぜか無性に、かっこよさを感じましたね。そして僕が実際に購入して感じたことっていうのは、まあ、想像をはるかに超える満足感がありましたね。今となっては、まあ、どこに出かけるにも持っていってるんですけど、 iPhone のカメラでも十分綺麗とか言われてると思うんですけど、まあ、すごいね言いたいことはわかるんですけど、まあ、実際にカメラをいいカメラを買って iPhone と比べると本当に iPhone じゃ物足りなくなってくるんですよね。ボケ感とかがすごい違和感 iPhone はありますし、自分で思う想像以上にこのカメラを使ってますね、しっかりと。なのでやはり最初に一番相応しいカメラを購入することができたのかなと思います。そして最後ですね、2022年上半期に購入してよかったもの7個目はこちらのドラヨのセラミックファンヒーターですね。小さいので持ってきたんですけど、今まで我が家の暖房はエアコンか石油ファンヒーターだったんですけど、どうしてもね脱衣所が冬にめちゃくちゃ寒くなるので、まあ試しで買ってみました。結構評判良かったんでね試しに買ってみました。正直に言ってしまうとセラミックファンヒーターは、まあ、石油ファンヒーターに比べてしまうと、まあ、暖かくなるスピードも遅いですし、まあ、電気代もやはりかかってしまうんですけど、脱衣所という狭いスペースで考えれば、まあ、そんな長い時間使っているものではないので、まあ、いいかなということで購入しました。案の定使ってみるとお風呂から上がってみるとね、めちゃくちゃ暖かいと全然幸せ度が違いますね。本当にアルトナイトでは大違いでした。脱衣所のスペースなら本当にお風呂入る前に、まあ、このスイッチを入れといて、まあ、出るまでにはねしっかりと温まってくれるので本当に良かったですね。
まあ、これを使ってるうちに、まあ、部屋で使ったらどうなんかなと思って、まあ、実際にね、寝室で使ってみたんですけど、思いのほか、まあ、エアコンに比べるとどうしても劣ってしまうんですけど、思いのほか温まるんですよね。むしろ、結構暑がりな僕にとっては、まあ、ちょうどいい温度ぐらいにはなるので、結構今では、まあ、寝室で使うことも、多くなってますね。っていうのもちょうど僕が寝ている場所っていうのが、まあ、エアコンのこの先というか、ちょうど風が当たってしまうような場所にベッドを配置しているので、まあ、どうしてもね、冬は乾燥が気になってつけたくないっていうのがあったので、まあ、こいつが結構役立っています。こんな小さいのに本当にすごいですよね。そして何よりめちゃくちゃ軽いんですよ。はい。まあ、最初は脱衣所に使用する予定だったのでこの小さいタイプを購入したんですけど、まあ、普通にメインでこれからも寝室で使っていくようなら1個上のね、サイズもあるので、そちらを購入してみようかなと思います。この軽いので、まあ、移動ができるっていうのもこのセラミックファンヒーターの一つの、結構でかいメリットかなと思うんですけど、まあ、あとは燃料がいらないっていうのは本当に結構でかいんですよね。石油ファンヒーターっていうのは本当暖かくなるスピードは本当桁違いに速いんですけど、なんせ燃料がいるので、わざわざあのでっかいタンクを用意して、でわざわざお店にまでそれを持って行ってお金払って石油入れてもらって、でまたあのクソ重いタンクを家まで運んで、そこからまた移さなくちゃいけないので、石油自体を、で手を汚しながら毎回やってたので、そしてね、そのタンクをまたどっかに保管しておかなくちゃいけないってことを考えたりすると、やはりね、手間もかかってしまうので、ここ数年でやはりね、それは本当に面倒くさいなって強く思ったので、っていうのもあるので、これを、購入 してみましたね。まあね、一度これ使ったらやっぱり、まあ楽さを知っちゃうとどうしても勝てないですね、そちらには。まあ、ちなみにね、このドレオって読むんだと思うんですけど、こちらのメーカーはアメリカでめちゃくちゃ人気なブランドで、今年ですね、2022年に日本に入ってきたブランドなので、もうこれも見た目がめちゃくちゃスタイリッシュですよね。でこちらで出している、ものっていうのは結構見た目が全部スタイリッシュで、今後もねこのメーカー結構気になるなと思って注目しているメーカーの一つなので、ぜひ、気になる方は見てみてください。そしてね、結構なんかノーブランドって言うとあれですけど、よくアマゾンとかってよくわからないメーカーは結構多く売ってると思うんですけど、値段もね、5000円ぐらいで購入することができるので、まあ、全然無理してよくわからないメーカー買うんだったら、まあ、こっちのドレオというメーカーね、使った方が全然いいのかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、紹介したアイテムっていうのは概要欄に全部貼ってあるので、ぜひね、気になる人は一度見てみてください。はい、僕のチャンネルでは今回紹介したような生活に便利なアイテムですとか、まあ、車にね、車用品のアイテムを多く紹介していますので、気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今回のこの動画の高評価もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、良いお年を。